井上淳は宮城県仙台市大白区出身の元プロ野球選手。現在は楽天イーグルスアカデミーコーチ。東洋高校時代は大会屈指のスラッガーとして、3年生時の1988年夏の甲子園宮城県予選決勝の東北高専では3、ランホンリダーを放ち、同校の初優勝に貢献。同年夏の甲子園に初出場した。本戦では、 初戦の福井商業校に敗退した。打撃力と瞬速を評価され、1988年のプロ野球ドラフト会議で横浜太陽ホエールズから3位指名を受け入団。入団当初、屋敷かなめよりも早いと評されたほどの瞬速や、高校通算打率3割38本塁打の打撃で期待されたが、プロの壁は厚く、レギュラー争いに食い込めず、 1995年はキャンプでの打撃フォーム改造が走行し、9月にプロ初本塁打。その後は徐々に打撃技術が向上し、代打の切り札として一軍に定着。1998年は春年をの欠場もあり、前半戦は中堅守として大いに活躍する。打席数こそ少ないものの打率。330の高成績を残した。 西武との日本シリーズ第5戦、8番 DH でスタメン出場し活躍。チームは38年ぶりのリーグ優勝、日本一。1999年も打率3割をマークし、プロ入り5歳間の4本塁打を放った。2001年も3割をクリアするなど、少ない出場機会の中で確実に成績を残した。2002年は、腰痛や足の故障、若手の対等により、 出場機会が激減。年齢的な面もあり、シーズンオフに戦力外通告を受けた。2003年にはロッテのテストを受け入団。花粉症の影響でオープン戦やシーズン開幕直後は極度の不振。そのため当初は期待外れと告評されたが、シーズン中盤からは大車輪の活躍。9月には3番スタメン出場が定着していた。8月19日に、 故郷仙台での西部戦で森真嗣投手より本塁打を打ったが、これは高校3年の県大会の決勝で打った本塁打と同様のコース、同様の直球、同様のスイングで打ったものだった。この年はプロ入り後最高の成績を収めた。2004年は春先に受けた支球の影響で調子を落とすものの、復活後はベテランらしい活躍を見せる。 前年同様に主軸として活躍し、自己最高の24打点をマークした。2005年は、かつての所属球団である横浜とのセッパ交流戦で、古巣横浜スタジアムのレフトスタンドに本塁打を放つ。この年は、打率が1割台と苦しんだが、プレーオフ第2ステージ第5戦で、8回裏から左翼手の守備につき、リーグ優勝のウィニングボールを補給。チームは、 阪神との日本シリーズも制し、31年ぶりのリーグ優勝、日本一を手にした。2006年はアジアシリーズでの1試合4三振などの屈辱をバネにフォームを改造。これが功を奏し、絶好調な状態で開幕を迎え5番を打ったこともあったが、夏に近づくにつれ調子を落とし、10月2日に戦力外通告を受け、現役を引退。 2006年10月16日に、古巣の横浜ベスターズ2軍、湘南シーレックスの外野守備総類コーチに就任。背番号90。2010年からは1軍外野守備総類コーチを務め、2011年は、再び2軍外野守備総類コーチを務めた。8月16日に行われた、イースタンリーグのロッテ戦で審判員に暴行したとして、退場処分を受けた。 2012年は一軍打撃コーチを務めたリズリーグ、最下位、得点5位と低迷指導年退団。2013年からは、地元宮城で、楽天イーグルスのベースボールスクールジュニアコーチに就任。2014年頃から、J スポーツプロ野球中継の楽天主催試合の一部で、同ジュニアコーチ複数名が、解説者を兼任するようになり、井上も解説を行うことがある。 東北放送ラジオの中継にも時折出演し、解説をしている。瞬速コ高打を誇る、外野手。横浜時代は主に代打の切り札として活躍。ロッテ遺跡後は一時レギュラーとしてクリーンアップにないその後も、準レギュラーとして活躍した。1998年に、横浜の38年ぶりの日本一2005年に、 ロッテの31年ぶりの日本一と、セパ両リーグで30年以上優勝から、遠ざかっていたチームのリーグ優勝、日本シリーズ制覇を経験するという珍しい経歴の持ち主。千葉マリンスタジアムでのスコアボードの表記は、2003年は、同性の井上義郎が在籍していたため、井上順と表記されていたが、井上義郎が退団した2004年以降は、井上となっていた。 それでも、ンという、親しみやすい名前で、彼が、打席に入ると、井上コールの合間に、ンと、愛の手が入っていた。ありがとうございます。